ども奈良コミの高です。皆さんは食料品などの買い物に行かれる際はどちらのスーパーに行かれますでしょうか。大桑、大和、奥山、他にもたくさんございますが、高家はイオンに買い物に行っています。何の情報。そんな橿原のイオンに3月24日に新しく韓国料理のお店が誕生いたしました。あのペッパーランチが運営されている新しいお店で、なんと関東以外では奈良県にしかお店がないという、まさか関西初出店、ありがとう奈良県に。現在イオンモール橿原を目指して走行中。初めてイオンモール橿原に来た時は広さにビビったなぁとか思い出に浸っていたら到着です。それでは行ってみたいと思います。ということで、イオンの北入り口前3階のフードテラスにお目当てのお店があるけど、この前紹介したエビの屋さんもございます。到着ってかめっちゃ列できてるやん。お伺いしたのは奈良県橿原市にある韓食兼備チェミンさん。ヤンニョムチキンやチーズハットグ、熱々チヂミなど魅力的なグルメもたくさんある。おんちゃんは冷麺セットを見て一目惚れしていました。さあ僕は何を食べようか。おんちゃんが注文したのは彩り韓食兼備冷麺セット。麺はこんにゃく麺を使用していて美味しそう。そしてチーズハットグ、テイクアウトもできるし、これは絶対にうまいやつ。僕は石焼きビビンバとスンドゥブがセットのチェミンビビンバセットを注文。石焼きビビンバの音が最高すぎる。それではいただきます。まずは石焼きビビンバから食べる。めっちゃ熱そうやから一旦落ち着けて。うわ、うますぎる。少しお焦げがついた熱々のお米と程よい辛みが very good。 具材自体も熱く長時間熱々で食べられるのでめっちゃ美味しい。次は具材がたっぷりと入ったスンドゥブ。見た目はめっちゃ辛そうだけど大きなお豆腐が、これまた美味しそう。またアサリも入ってくれていて本格的で嬉しいやつ。こちらもめっちゃ熱々なので火傷をしないように慎重に食べる。ああ体に染み渡る。ああうまい。最後にスンドゥブを石焼きビビンバに入れてみました。これは反則レベルでうまい。スンドゥブの辛うまスープが石焼きビビンバのおこげに混ざり合って、このセットならでは大満足。ごちそうさまでした。奈良コミ。はい、てなわけでチェミンさんの方で韓国料理いただいたんですけども、うまかったですね。大満足ということでね、今回ね、イオンモール橿原の3階のフードコート内にある韓国料理のお店にね、お伺いさせていただいたんですけども、実はこちらのお店、2022年の3月24日にオープンしたばかりのお店で、僕はね、オープンしてすぐにお伺いさせていただいたんで、すごいね、列ができておりました。おそらくもう少し日が経てばね、ちょっとは落ち着くかなとは思います。で、こちらのチェミンさんなんですけども、現在3カ所しかお店がなくて、千葉県と神奈川県と奈良県というね、すごい貴重なお店だと思いますので、ぜひそういった意味でも気になる方はね、足運んでみてください。僕は石焼きビビンバとスンドゥブのセットを頼みました。で、おんちゃんは冷麺とチーズハットグを単品で頼んでました。まず石焼きビビンバなんですけども、ちょっとね、撮影とかに手間取ってちょっと時間経ってから食べたんですけども、そのおかげもあって石焼きビビンバならではのおこげがね、すごくいっぱいついて食べることができて、それが僕にとってめちゃくちゃ美味しかったです。辛さに関してもね、おそらく日本人向けに合わせてもらってるので、そんなにね、強い辛さはなく、辛いの苦手って方であっても、まあ、辛さは感じますけども、まあ、食べることはできるかなと思います。で、もう一つセットでついてきたハーフのスンドゥブに関してなんですけども、こちらは石焼きビビンバよりも少し辛さは感じるんですけども、
辛いだけじゃなくて、ほのかに奥の方にちょっとした甘さみたいな、コクうまさみたいなのをね感じることができて、そういった部分も美味しかったです。おんちゃんが食べた冷麺なんですけども、韓国冷麺って結構弾力がある冷麺っていうねイメージが強いと思うんですけども、こちらのお店の冷麺に関してはこんにゃく麺っていうものを使われてるので、すごい柔らかい麺で、それはそれで美味しいっておんちゃん言ってました。またね、このチーズハットクに関してはね、なんかグラニュー糖、まあ、砂糖かなみたいなのをねこうつけて食べるらしいんですけども、なかなかね日本で味わえることそんなに多くないと思うんで、なんかすごい貴重な食べ物なんだろうなと思いましたし、中のチーズが伸びてねすごい美味しいっておんちゃん言ってたんで、今度ねイオンモール柏行った時それテイクアウトしたいなって思いました。他にもね石焼きビビンバでもね数種類ございますし、スンドゥブでも数種類あります。今回食べてはないんですけども、ヤンニャムチキンとかチーズダッカルビとか、あと海鮮チヂミなんかもあったりして、ザ・韓国料理っていうものが味わえるので、何回も足運びがやるなと思いました。またお酒のラインナップなんですが、生ビールとかマッコリはもちろん、さすが美容大国っていうところでコラーゲン入りサワーみたいなのも置いてあったりして、ちょっとそれがどんなんなのかめちゃくちゃ気になりました。なかなかイオンモール柏原で飲むっていう発想は至らなかったんですけども、イオンモール柏原で飲むっていうのもなんか面白いんちゃうかなと思いましたね。1点だけね注意事項ございまして、僕が頼んだビビンバとあとあのスンドゥブのセットなんですけども、両方ともね石のね器になってて、お盆で席まで持っていくんですけども、すごく重たいです。お子さんとか力のない方であればちょっと運ぶの結構困難なんちゃうかぐらい重たいです。その点だけねご注意いただければと思います。また駐車場に関しましては立柱などもあって、めちゃくちゃ広い駐車場になりますし、完全無料の駐車場になりますので、まあお伺いしやすいお店かなと思います。まあ混むことはあるんで、その点だけご注意ください。ということで今回はこんな感じで終わりたいなと思います。他にもいろんな情報が知りたいと思った方は、チャンネル登録、高評価、ベルマークの方ポチッとお願いいたします。あと Twitter、Instagram、グッズ販売等も行っておりますので、概要欄の方確認お願いいたします。本日のタカの一言、お盆で筋トレできるぜ。次回の動画でお会いしましょう。バイ。